美しく空を舞う蝶。でも生まれた時はまるで違う姿です。なぜこんなにも大変身できるのでしょうか。そこでサナギの内部を透視してみました。サナギになった日はまだ幼虫の体。こちらは蝶と這う筋肉。ところが6日目には飛ぶための筋肉と羽が発達。そしてあっという間に肉体大改造。わずか10日間、これぞ生命の神秘。